ジェネレーターガウルは、1998年10月6日から12月22日までの間、毎週火曜2時55分3時25分に、テレビ東京系で放送された、テレビアニメ作品。アニメディアで、ささめゆきによる、漫画連載もされていた、タツノコプロ初のクリーチャー型ヒーローを主軸とした、作品。シリーズ構成的には、シリアス基調の作品となっている。 キャラクターデザインに勇者指令、ダグオンの小黒明を起用。リバイバルブーム流星の折、タツノコ作品の立体化が大手企業によってなされた中で、友人によるカプセルフィギュアシリーズに旧作に混じって採用された。戦闘は必殺技が一切なく、直接的な打撃による攻撃、いわゆる肉弾戦のみと、それまでのシリアス系統に属するタツノコヒーローとは、 異色な存在であった。時は2007年、研究学園都市、工事学園に22世紀の未来から3人の少年、ガウル、工事領がやってきた。その目的は、未来世界を支配する圧政の彫刻家、クベレの打倒であり、クベレ発足の引き金となる、第三次世界大戦の阻止、そしてその永遠である、超技術、インクルードセルの研究開発の妨害だった。だが、 彼らを追って未来から送り込まれた、視覚、生物兵器、ジェネレーターの襲撃、学園を支配するクベレの先兵、斉藤隆子の作望により、ガウルたちの使命の達成は困難に追い込まれる。本作は、基本的に重厚な雰囲気の作品であるが、第5話のみ自社パロディ漫才のコメディタッチとなっている。この回はガウルたち3人が、シビビンと美をする、適温なジェネレーターと、 ガウルがピアニカで会話する初期の戦闘が金魚救いだったりする、さらにはガウルが口日の変身シーンを披露するなど徹底した笑いにこだわった作りとなっていた。ジェネレーターガウル白鳥の歌 ISBN4 から789714217時間的には5話と6話の間にあたるエピソード。本編の脚本、シリーズ構成を担当した下文彦が執筆しており、 本編で描けなかった設定などが多く盛り込まれている。ありがとうございます。